ご覧の皆様こんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション4のバイオハザードビレッジ、1周目データを使って最高難易度のビレッジオブシャドウズに挑戦していくという実況プレイですね。本日もよろしくお願いいたします。前回の鉄を踏んでショットガンフル強、現段階のフル強化でいくかけど 0.2 しか速くならないんだよな。新しい品を仕入れました。良き日よ。前回は最後ショットガンの弾がなくなっちゃって命を落としたんだよね。フルまでリロードした状態で始めよう。それじゃあでやっていくのが新しいハンドガンとジャッキグリップを入手するところから。前回あそこで出てくるライカン5体に撃ち殺されて最後終了しちゃったんだよな。そこからやり直していく。このハンドガン本当にウンチッチだわ。敵ヒルマネージだ。ウンチッチハンドガン、いや新しいハンドガンに新調できるんだけど、そのハンドガンはねリロード数が少ないっていうネックのポイントがあって、リロード数っていうかマガジン数か。いやここスナイパーライフルの弾出てくるのはありがたい。これはでかい。前回まで出てきたのは金だったけど、デュークショップは物買えば買うほど値段が上がるっていうことを考えたら、弾薬とか出てきてくれる方がぶっちゃけありがたい。ここ一回さ、金庫の番号を合わせてるときにライカンに襲われたことがあったんだよね。本当にだけど一回だけ。それ以降は全く襲われないんだけど、どういうことだろう。さ、スナイパー持ってで扉開けて、5体いるでしょ。これ気づかれないように突破することってできねえよな。気づかれないようにジャッキグリップ使うところまでいけることってまずないよね。気づかれないようにっていうか、気づかれないつつもダメージを受けずにいく方法って多分ないと思うんだよね。だからここはある程度処理せざるを得ないんだけど、ドイツを処理するかっていうのが問題。逃げるか。ここは向こうのやつを、あいつ弓矢だよね、あいつにスナイパーライフル2発撃って、で他のやつ気づくでしょ。他のやつ気づいて扉開けてきたところにパイプ爆弾投げて、でパイプ爆弾で倒れてる間にもジャッキグリップのところまで走る。それで行く。問題はこいつを2発で倒せるかどうか。こいつを倒せないと苦しくなる。頭上げろ早く。頭上げたところでぶち込んでいきたい。なんか爆発してるんだけど。でここの扉を開けてきたときにパイプ爆弾投げて、その隙に走っていく。倒せてない。急げ急げ入れ。ドル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 。いやー妥協ラインかこれは。ここはあまり何回もやり直したいところではない。くっそいって、自動回復狙って、オートセーブ入ってねえな。左上にぐるぐる出てきてないような気がするんだけど今。ということはここはいろいろと妥協しながら一発クリアを求められる場所だね。これはデンジャーの時って周りの環境音聞こえないのかな、もしかして自分の鼓動が。多分これ再現してるよね、瀕死の重傷の状態を。でこのハンドガンはもうリロードしないことを意識して使い切っていかないと。キーピックってあったっけ。取れないな。でここブッティいるから
ねえわ、多分ブッティの攻撃で、ブッティ倒すでしょ。で、獣のまま肉取っていき、さっきのライカンと思ってさ、消滅してないよね。一応確認するか。いやで、ここの扉開けたらやべえような気がするんだ。どうだ、え、あ、消滅しろ。これどっか出たけど代わりに出てくるってことねえよな。パイプ爆弾1個投げたのが死活問題にならなければいいんだけど、多分使ってなかったら切り抜けられてないよね、あそこは。で、次のところ。まずライカン2体出てくる。ライカン2体出てきて、あそこのところね。1体ここにうつむいてるやつがいるから、で、奥の方からもう1体出てくるんだよね。こいつの索敵範囲が気になるところ。どこまで追いかけてくるだろう。ぶち抜いていく。どうだ、ここは弾ある程度使って切り抜けていくしかない。で、よし、ボロい反応があと2発。これはもうお役御免どころだわ。戻れるか、これもしかして。だけど一回戻ろう、一回戻るわ。あそこのライカン消滅してるんだったらセーブしに行けるわ。今の立ち回り悪くなかったから一回セーブしに行こう。スクロップ見てっか、いいですね。一回セーブしに行ってから次のシチュエーションへ行きましょう。せげえけど、なんか鶏いんな。ここどこだ、休耕地のミードホーン。それとこれどこ、これこ、食材は欠かさず押さえておきたいところだからね。これでボロい方のハンドガンは撃って可燃かいても問題ない。何かご入用ですかな。少しダメージ許容するタイミングではあるよね、ここは多分。銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格で。早速威力上げときたいところだけど、カスタムパーツあるかな、このハンドガンの。ないね。アイテムとりあえず撃っといて。おお、ドミトレスク夫人。で、どうしようかな。これの威力だけは当然上げておきたい。くびれが。うん。で、相談数は弾を使った時に上げておきたいから。次のハントガン出てくるまで結構時間あるよね。これある程度強化しておいた方が、有利にことを運べるかもしれない。連射速度。連射速度を上げとこう。装填速度までは多分上げなくていいと思う。リロードするぐらいなら他の時に持ち替えて攻撃するっていう方がいいと思う。アタッシュケースを今のところは増やさないでおくか。ここは違うところにセーブしよっかな。よし、じゃあ次行こう。次はライカンの群れの後に強ライカンが出てくるところだよね。ここ一か八かノーダメージで切り抜けようと思ったら、俺は多分ね、突っ込むのが一番かなと思うんだよね。いやだけどどうだろう、強雷ガン一発当てたぐらいじゃひるまねえかんな、あいつ。ここももしかしたら爆発物の使いどころかもしれない。だけどないんだよね。地雷はスクラップ B 使うからかなり作るかどうかは考えてからやりたいところ。このシチュエーション、次のライカン
進んで、まあ一応ゆっくり行くんだけど、で上にいるでしょ、上に行った。多分もうちょっと前進したら 一気に襲いかかってくるから、でさらに奥の方に強雷感出てくる。で奥の方に強雷感、この辺に強雷感がいて、今、この中心のところ強雷感がいて、その隣に鉄格子の鍵を使って開けることができる扉があると。あ、ここにアイテムある。ちょっと待って、一応覗いて、多分キーピックのところだと思うんだけど、他に何かあんのかな。ここの家とこの隣の家って共通なのかな、この未発見アイテムの項目。どうなんだろう、ここに何かあんのか。何もないな、共通臭いな、隣の家と。なるべくそういう見落としはなしの方法でいきたいところだから。ここってなんだっけ、あ、ここも鍵か、ここも鍵だな、鉄格子の。どう行く？何も使わずに強引に突破することができればベストなんだけど、まず一回それを試すか。あ、ちょっと待って、ここパイプ爆弾あったよね。気づかれる前にこの家に入ってパイプ爆弾を入手するっていうこともできるね。だけどこのパイプ爆弾は使わずに突破したい。いけ、おらよ、無理、ごめんなさい。生きろ生きろ生きろ。追いかけてくるかな、ここまで。わ、来るね、終わった。ここが鉄格子の鍵を使った先が索敵範囲内ならワンチャンっていう感じだったけど、もう索敵範囲だね。どうするか。次ってはしご登るんだっけ俺。確かはしご登るんだよね。はしご登ってる時も攻撃されるから、このゲーム。となってくるとセーブポイントからだよね。はしご登ってるときも普通に敵殴りかかってくるから、そのことを考えても、考えると、ここはせめて強雷感以外を全滅させる必要があるね。強雷感は普通の雷感に比べて動きが遅いから、遠いところに引きつけた後に、なんとかして脇すり抜ければ、そのままはしごまで到達できると思うんで。問題は普通の雷感だよね。普通の雷感をなんとかして、処理しないことにはいけないっていう感じ。となってくると小屋の中で手に入るパイプ爆弾を使う必要があるんだけど、問題はどういう風に使っていくか。できれば出てくるやつを全員巻き込みたい。何体いるんだろう、合計で。とりあえず見えてるのは4体だけど、4体プラス見えてない範囲に強雷感がいるでしょ。どうする。とりあえず弓矢のやつは葬りたい。戦闘するにあたって弓矢のやつがとにかく厄介だから、顔こっち向いてねえよな。一発撃って逃げるか。一発撃って逃げで、一発撃って逃げの繰り返しで、もしかしたら安全に処理できるかもしれない。で戻ったらもしかしたら消滅してる可能性もあるしね。これで一回索敵解けてるでしょ。あ、だけどもう屋根にはいないのかなこれ。あ、屋根にいねえわ。普通に地上に降りてる。問題は地上に降りて
どこにいるのかっていうところだよ。気づかれた？しまったー。思った以上動きが早いね。これは良くない。やり直していく。どうしよう。スナイパーで一回撃って、で一回撃ったらジャッキアップした車の下に逃げて索敵解除して、でもう一回撃ってっていうことの繰り返しでせこく行くしかないかもしれない。ここはで最後強雷感はスルーで、体力ってオレンジ工場か。モロアイカとかと違って本当に戦ったらダメだからライカンは。ここ開幕弓矢のやつにぶち込んでいくっていうのはそもそも正しいかな。とりあえず向こうの走るスピードはイーサンより明らかに上だから、ここも戻っていってるよね。で一回元に戻して、パイプ爆弾のあった家の方に近づこうとしたら発見される。あのうなだれてるやつに、うなだれてるってよく言えてないけど、一発ぶち込むことに逃げていく。衝撃的だけど、これの繰り返しでいこう。これなら別にスナイパーライフル使わなくてもいいんじゃないかなと思うんだけど、ハンドガンだったら時間いくらでも足りない。こんなことやってたら問題は相手の体力が回復してないかどうか。倒しけー、いいですね。え、気づかれてない？あ、気づかれてるよね。弓矢の音がするわ。一旦潜ってしまえば索敵解除されるみたいだね。ここはスナイパーライフルの弾クラフトして乗り切っていった方がいいかもしれないな。そうするか。ある程度処理したところでショットガンなりなんなりで倒していくっていうような感じで、あとのやつどこにいるんだろう。いたわ。弓のやつどこにいるのかな。一発当てて逃げていき、指の音聞こえるけど指打ってるやつがどこにいるのか分かんない。で戻ってくよね。で強雷感に関しては最後スルーしたい。そのためにも強雷感以外のやつはここで葬っとかないと。倒したよね。倒れたよね。弓打ってるやつの場所が知りたい。どこだ。わからん。うわ、生きてる。生きてない。弓のやつどこにいるんだろう。撃ってるよね。どこだ。見えるかな、ここから。ん、音だけするけど、クソ、わからんね。これ強雷感まだ出現しないのかな。多分あとは指のやつだけだと思うんだけど、追いかけてこないから。
あ、いるわ、あそこにいるわ。光が見える。どうやって突破しよっかな。これ以上近づいたら強雷感出てきちゃうし。うわ、来ちゃった。え、2体。待て待て待て、それはまずい、それはまずい、やめて。ここ2体いんのか。最初会った時2体いたっけ。とりあえず初期位置に戻ってもらう。1体追加で出てくるか。パイプ爆弾使うしかないかな。パイプ爆弾ねえけど。あれ、うっそ、やばい、引っかかった、まずい、しまった。一回出現させちゃったらなんか変なところが初期位置になるみたいだな、あいつ。どうしよう、突破できるか。現実的に倒すのはこの物量では無理だと思うわ。クラフトしない限り。となると突破するしかない。逃げて。あれ、来ねえけど。ここまでは来ないのか。どうするかこれ。索敵範囲よ。わっす。いってぐえ、あ、死んだ。うわ、またやり直しか。これだったら回復薬1個使ってでも強引に突破した方がいいかもしれない。はしご登って、そんな気がしてきた。これだと最初からだよね。で、体力はオレンジポーションでしょ。そしたら井戸のハンドルを諦めてはしご一目散に行ってみるわ。後から敵消滅してるかどうか分かんないけど、井戸のハンドルを後回しにしよう。後からでも取れるでしょ。ここは多分敵が消滅するタイミング来ると思うんだよね、ここ。なので今は諦めて、で回復薬1個あるね。ここはそもそも手出し無用だわ。パイプ爆弾回収しておいて、でドミコの鍵使って、ドミコの鍵じゃなかった、鉄格子の鍵使って鉄格子開けるでしょ。でその後にマッハで鉄格子の中に入ってはしごを取って登ると。はしごを登って敵の索敵範囲どこまでかはちょっと分かんねえけど、索敵範囲次第では無理になるし、その方法。一回セーブしよう、一回セーブしよう。デュークの家に入る前に一回セーブした方がいい。でここでチキンを虐待していって、まあチキンというだけあって俺の仲間のような気もするけど、共食いだねこれは。ダイブゲッティエ。他にアイテムはないか。ないね。よし、一回戻ろう。一回戻ろう。一
回も取って主導戦ノーダメージ突破できたのは大きい。塗りつぶしちゃおっかな。塗りつぶしてもいいよね。よし、そしたら1回切りましょう。でデュークの家の中に行ったらライカンが1体いるから、そいつは多分殺さないとデュークの家の中の探索できないから、そいつは倒すわ。ではご視聴ありがとうございました。